長倉です。今日はですね、まあ、年末に起こる出来事が来年につながるみたいな話をしていきたいなと思いますけども、なんかね、年末になってなんか俺の方もですね、結構バタバタしてきまして、なんかこう思いのほか、まあ、いろんなこと起きるなみたいな感じをつくづくね、思ってるんですけども、まあ、こういう時にね、どういうふうに対応するかなんですよね。だからまあ俺もですね、まあ、平穏にですね、年末年始迎えたいななんて思ってましたが、まあなんかいろいろ起きるなみたいな感じで、すごく、まあ、人生って面白いななんていうふうに思ってるんですけど、ただね、まあ、自分の中でなんかこういうことを起きたってことは何かっていうと、別にそんな深刻なことは一個も起きてないんだけども、自分と予想とね、違ったことが起きてるっていうことを、見たときに、あ、これはなんか俺に何を問うてんのかなっていつもね、考えるようにしてます。まあ、これは、ビクトール・フランクルっていうね、夜と霧っていう、まあ、名作がありますよね。まあ、これは読んでない人絶対読んだ方がいいね、究極の古典なわけですけれども、こちらの本のね、作者で、それでも人生にイエスを言うという本があるんですね。まあ、俺は結構その本が好きで、まあ、その時間編集術、最近出版した時間編集術でもですね、その本についてコラムで書いてるぐらいなんですけれども、もう常にね、まあ、人生の意味を問うというよりは、人生が俺たちに意味を問うてんだという、考え方。っていうのが書いてあるのね。で、俺はそれがすごく好きなんですよ。それはなんでかっていうと、やっぱりそうした瞬間ね、自分主体で生きれると、人生に意味があるのかっていうふうに考えた時に、誰かに意味付けされなければいけなくなっちゃうわけだよね。でも俺が言ったようにですね、今俺が言ったように、まあ、自分でそのね、問いに答えを出すということなんで、要するに問われた時に、人生に問われた時に答えを出す。例えば意外と年末ね、俺だったらバタバタをいろんなこと起きるななんて思ったら、じゃあこれは来年やっぱり気合い入れなきゃなみたいなところ、じゃあなんで年末こういうことが起きたのかなって言ったら、やっぱり俺がどっかで自分の中でやっぱりこう油断があったかなって思ってるね。だから12月の頭とかは、まあ、どちらかというと、まあ、俺自身もですね、まあ、来年はこんな年にしたいなみたいなのあったんだけれども、まあ、それが結構年末にね、バタバタすることによってなんか、あ、違うのかなって思い始めたっていうのがあるんだよね。っていうのが起きるわけですよ。で、まあ俺の人生って何なのかなとかっていうふうになんか考え始めるっていうきっかけになるかなと思ってて、で、じゃあ何が今日ね、皆さんに伝えたいかっていうと、やっぱりその一個一個の出来事とかから次どういうね動きをするのかっていうのを、まあ別にそのブレちゃいけないんだけど、ね、その出来事が何を暗示してるのかっていうのをなんかいつも考えた方がいいかなと思ってるんですよね。で、なんで俺はそれを重視するかっていうと、やっぱりその流れとかっていうのをすごく重視してるからね。やっぱり流れに逆らっちゃいけないわけ、物事。流れに逆らっちゃいけない。例えばじゃあ今だったら、まあ、コロナっていうのがね、今年、起きて、2020年コロナっていうのが起きて、じゃあこの、ね、中でオンライン化の流れに乗らないとかないじゃない。乗らないとかじゃなくて、もうやらざるを得ない。強制的にね。強制的にオンライン化されたというふうに思うわけですけど、これに乗らないとかってもう本当にありえない話なわけでしょ。だからそれと同じように、やっぱりそのコロナとかは分かりやすいけど、そうじゃない、サインっていうのはいっぱいあるんだよね。例えばまあ、俺も本の中でも書いてるたりとかね、いろんな本の中で書いてるけど、やっぱりサンフランシスコとかってやっぱり去年の段階から結構厳しかったんですよね。去年の段階から結構厳しかったっていうのは、やっぱり家賃とかも高すぎていろんな企業が出てったりとかね、してたなって今思うとあったわけですよ。これはもうピークアウト、ピークを迎えてるなっていうのを感じたわけ。それはだから一箇所ね、例えばじゃあ何箇所かのそのカフェとかがなくなっていくのとか見ることによって、あ、ちょっと流れ変わってきてるかなというのが見えるようになってきたりとかするわけですよね。だからそうすると、あ、もうこの時代じゃないのかな。だから今って、まあ、もちろんそのコロナになってね、シリコンバレーがまだ強いけども、シリコンバレーの時代じゃなくなるんじゃないかみたいな流れっていうのはあったりとかするじゃない。あとはやっぱりまあ俺なんかはその資本主義自体がね、結構こう変わってっちゃったんじゃないかなと思ったよ。それどういうことかっていうと、まあ、沖縄でね、12月の16日かな、沖縄公演やった時もすごく話したんだけど、これからはやっぱり利益とかね、成長とかの時代じゃないと。で、これは最近の本とかで結構言われてると思うんだけど、なんかそういう時代じゃなくて、俺はユニークさが全てだみたいな。で、ユニークさを身につけるために時間編集術っていうのをね、書いたんだみたいな話をしたんだけど、本当にそこが重要で、ユニークっていうのは別に面白いって意味っていうよりは、なんかその独自のみたいな部分で考えてもらいたいなというふうに思ってて、自分らしくというか、まあ、自分らしくって言葉もチンプで嫌なんだけど、自分らしくというか、まあ、自分が自分であるためのどうあるべきかっていうところが比較的、まあ、今後問われるのかなというふうに思うわけ。今まではどうやって稼いで、どうやって豊かに生きようか、まあ、豊かさみたいのが
非常に注目されてたけど、まあ、よりねこれからはこの時代ユニークな時代、自分らしさ、でもその自分らしさって、今までの自分らしさってなんとなく誰かが押し付けられた自分らしさだと思うんだけど、それが本当の意味での自分であるための方法っていうかね、今までは多分みんな何者かになろうとして自分を表現しようとしたんだけど、そうじゃなくて本当に自分であることの証明っていうのをなんかすごく、従うようになるんじゃないか。だからブランド品身につけるっていうこともしなくなる、もうちょっとダサいしとか、あとは何そのお金が持ってるとか、それを見せびらかすのもダサいしとか、自分が独自の判断でいいなと思ったものをどう表現できるかとかさ、なんかそういう部分なのかなと思うわけ。だそういうのをなんか重要視してほしいなと。例えば、まあ俺とかね、最近この時計を買ったんだけど、これ見える？逆さになっちゃった。データバンク。データバンクってね、まあ、カシオのデータバンクっていうあの時計があるんだけど、これ2000円ぐらいで買ったんだよね、アマゾンで。で、これ、なんか並行輸入しかなくて、もしかしたらその日本では売ってないのかなと思ったんだけど、まあ並行輸入版をちょっと買ったんっていう、アマゾンで買ったんだけど、2000円ぐらいですよ、これ。で、俺はなんか気に入ってんのね、これ。昔なんか大学生ぐらいの時してたなっていうのもあるし、超さなんかダサいじゃん、ダサいじゃんっていうか、なんていうの、デジタルなんだけどアナログみたいな、これがなんか俺好きで、だからなんか俺的には感覚的にはクラフトワーク的な感覚、なんかのね、カリキュレーターっていう曲があるけど、なんかそういう感覚なんですよね。だからデジタルだけど今だとアナログな感じがするみたいなのがなんか俺の中で好きだから、この時計買ってみたりとかさ、人があったりとかね。だからそれってなんかこいつに誰かがしてるから流行ってるとかっていうことじゃなくて、俺がただ単にしたいからしてるし、俺がかっこいいと思ってるだけであって、別にみんながかっこいいと思わなくてもいいわけじゃんみたいなね。だからそういうなんかこう自分が自分らしく自分の趣味だったり自分のセンスで生きれる時代になっていくので、なんかそうやってそのためにはどうやって生きていけばいいのかっていうのを、なんか俺は来年はそういうことをみんなに伝えていきたいなと。要するにより自分らしくね、自分の人生を楽しむ生き方だよね。その成長とか、なんだ、利益とか豊かさとかじゃないところで。っていうのを、なんかちょっと皆さんにお伝えできればなと思ってます。ということでですね、引き続き LINE、メルマガで、プレゼント差し上げてます。そして来年もいろんなことやっていきますんで、ぜひね、こちらに登録してもらいたいなと思いますし、YouTube チャンネルの登録もよろしくお願いします。